はい、ということでね、ユニクロでお買い物してきました。ここ書いてます、なんか。ライフウェアって書いてますね。袋もね、そろそろちっちゃいショッピングバッグ買っとこうと思って、大きいの持ってるんですけど、ちょっと大きすぎる。ということでね、早速今日はこちらの方、開封していきたいと思います。今日はね、1点だけですね。いきます。せーの、ドーンと。デニムパンツ購入です。で、ユニクロ U のね、デニムパンツをね、購入いたしました。ユニクロ U のパンツ自体買うの久しぶりのような気がするな。今回ね、購入したのはこちら、まず早速行きましょう。ワイドフィットテーパードジーンズということで、ユニクロ U の商品でございます。でサイズが、こちらですね。30インチ76センチですね。で、価格の方が1990円プラス税でございました。これね、なんかね、急にね、下がってたんですよね。確か3990円プラス税だからね。なんかユニクロ U で、これもそうなんですけど、この辺もそうなんですけど、価格ドンと急に落ちすぎないような気がする。だからなんかね、定価で買うのもったいなくなってきちゃって、で、これしばらくちょっと前まで結構在庫いっぱいあったんですけど、やっぱ急に寒くなったせいか、全然なんか店頭からなくなっちゃってて、これ3990円ですからね。これもユニクロ U。なんかユニクロ U、ユニクロ U。2年ぐらい前だったらなんかね、発売したら、このユニクロ U のシリーズも発売して、ね、争奪戦とかあったんですけど、最近ちょっとこう、定番化してきてますよね。まあ普通にね、買えるのは嬉しいことなんですけれども。ということでね、これね、結構ね、生地しっかりしてて、まあ以前から気になってたアイテムだったんですけど、これね、形ね、後ろバックシルエット、これポケットがめっちゃ大きいんですよ。めっちゃ大きくて、後ろからのシルエットがね、とても好きでした。いや、試着してみて、わ、これやっぱいいなと思って、で、股上ね、ちょっと深めでしょう。このね、色濃いめのね、デニムいいですよね。これからの季節ぴったりなんじゃないかなと思いますね。ではね、詳細の方まず行きましょう。ちょっとこのね、ワイドなね、感じの。で、一応下テーパーって言ってるけども、言うほど細身ではない。腰回り、こんな感じですね。で、ここ、ちょっとこう補強がされてたりするんですよね。なんか作り的にそういった意味も含めてね、わ、しっかりしてるなって改めて思いますね。生地感もね、結構厚めでございます。で、ポケットなんですけれども、左側のポケットこんな感じ。ちょっとこう深めの感じのポケットになってますね。で、しっかり手も入ります。で、右側が、コインポケットが、ちょっとこれ大きめですね。で、そんなに深くはないですね。うん。で、フロントに関しては、やっぱね、ここがね、最近しっかりしてますよね。昔のユニクロ、これ全然ダメでしたよね。で、ジップが、こちらは YKK でございます。ジップのね、開閉もね、結構、やっぱりね、うん、作り的にはね、申し分ないです。しっかりしてます。スムーズです。で、バックシルエット、ポケットがね、やっぱ大きいという感じでしょうか。サイドはずっとね、こういう風にステッチがずっと下の方まで入ってますね。ここね、裾がね、ほんとね、ちゃんとね、チェーンステッチなんですよね。まあね、そういった意味も含めて、楽しめる一本なんではないかなと思います。デニム、こういう、こんな感じ。デニムこんな感じっすね。うん、しっかり見える。いいっすよね、これ。色落ちがね、楽しめるってわけでは多分ないとは思うんですけれども、ちょっと濃いめのね、状態を比較的維持できるんではないかなと思ってですね、ちょっと裏返しもしてみましょうか。やっぱね、いいと思うわ。裏返しこんな感じです。まあ普通、至って普通でございますね。こんな感じですね。こういったところの補強、珍しいですよね。ちょっと言ってもやっぱり、まあね、最近買ったブルーブルーのデニムとかと比べたらやっぱり柔らかいから、あ、そうそう。これがね、ワイドフィットテーパードジーンズなんですけど、この前僕奥さんに買ったのがユニクロ U の、レギュラーのストレートのタイプ。これなんですよ。メンズはメンズなんですけれども、これ、あ、ポケットのね、形、形状やっぱ違うね。お、普通の、もう今まで普通通りの5ポケットのジーンズ。これちょっと深いですよね。生地ね、こっちの方がどうかね、ちょっとこっちの方が厚いような気がするな。
これねワゴンセールになったんですけども、サイズがね僕のサイズがなかったんですよね。ちなみにこれが29インチ73センチですね。まあ女性が履くにはねちょっとダボっとしてねいいんじゃないかなと思います。まあ、僕全然入るっちゃ入るんですけどね、奥さんの裾上げもしてますので、まあいいや、もうこっちの方が生地厚いかな。まあ一回洗ってるんであれなんですけど、一回ウォッシュかけてみないとどうだろうか。ちょっとこっちの方が厚い気がするな。それではね、実際にこちらの履いて試してみましょう。多分最近値段下がったばっかりなんで、まだ店頭にはね多分たくさんあると思います。はい、それではですね、こちらの方実際履いてみたいと思います。ちなみにこれがオアスローファティーグパンツでございます。はい、ではね実際履いてみました。いかがでしょうか。こんな感じですね。サイズ的には30インチで、ウエストとかちょっと大きいのは大きいんですけれども、まあ、腰でね止まるような履き方をしたいと思います。股上は深めでございます。裾に関してはまあこれはこれでいいとは思うんですけれども、ちょっとこうねロールアップして履きたいなということでですね、だいたい 2,3 センチ幅を二折りでもいいかなとか思って、ちょっとこうね、まあ、こんな感じ。こんな感じでね、履こうかなと思っております。まあ当然ね、全然こっちでも OK だと思うんですけれども、シルエットがね、ほんといいんすよ。この、若干のこのテーパードはテーパードなんですけれども、このね、コンバース履いても踏まないところがいいっすよね。これはこのパンツいいな。で、後ろの、ポケット結構大きめです。結構大きめです。僕の手がこんな感じでスッとね入りますので、横からのシルエットもいいし、まあ、履き方によってはもう何1インチ2インチ大きめを履いてダボっとしたね感じで履いてもいいんではないかなと思います。ここなんか折り地はついてるね。まあ一応ねシルエット的にはね腰回りゆったりからの裾が絞ってあるタイプで、ロールアップしなくてもいいし、まあ、2ロールアップしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、シンプルなね、スニーカーとのね、組み合わせね、が楽しめる、まあ、一本なんではないかなと思います。このローテクなスニーカーに、こう、ちょっとワイド気味な濃いめのデニムパンツ、すごくいいですよね。まあ、せっかくなので、あとね、白いコンバースも履いてみましょうか。でも、この感じね、めっちゃ好きですね。パンツやっぱいいな。これで1990プラス税だったらめっちゃお買い得のような気がする。はい、続きましてですね、白のコンバース履いてみました。これデニム写り結構ね気になるかもしれないですね。ロールアップの感じの方がいいような気がしますね。こんな感じはねやっぱりこう王道な気がしてとてもよろしいんではないでしょうか。このパンツ本当に履きやすい、ちょうどいい感じがするな。このポケットバックシルエットがね、この大きめのポケットめっちゃ好きなんですよ。ちょっと見えづらいかもしれないけど、ユニクロ U のフリース着て、もうこれで良くないですか。全然冬場。最後ね、両方ロールアップして、CT70 をね履いてみました。これやっぱロールアップ感好きだな。こんな感じでもうこれでバッチリ冬場 OK なんではないでしょうか。いかがでしょうか。このパンツほんとめっちゃ履きやすいですね。女性履いても全然いけるシルエットだと思いますね。これは万能なパンツかもしれませんね。はい、いかがでしたでしょうか。このねユニクロ U のパンツね、デニムパンツめっちゃ良かったですね。形がねすごく好きで、この程よい太さ最高ですね。いや、これはやっぱコスパ良いですね。1990円プラス税だったら、いや、これはほんとコスパ抜群だと思います。ワイドフィットテーパードジーンズということで、まあね、全身ユニクロ U でもですね、まあシンプルにね、使えるから、よろしいんではないかなと思います。ということで、まあね、12月、ね、セールも始まり、1月も、まあセールもあって、まだまだ冬物も欲しいけれども、春のことを考えた、まあ、アイテムなんではないかなっていうふうに勝手に思っております。まあ、そんな感じでですね、まあ、洋服はやっぱり買うの楽しいという形で終わりにしたいと思います。で、本日もご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。ではまた見てください。
でもこれで OK でしょ。てかね、このタートルがまたね、使いやすい。